者よ。世からのプレゼントだ。受け取るがいい。なんとか帰還できたな。飛行も配送を余儀なくされるとは。命からがら逃げ延びただけではない。これでは百戦錬磨など程遠い。偉大なるカエサルのようにはいかぬか。何を言う。助かったのはそなたのおかげだ。世だけではどこまでやれたものか。なんとも調子が出ぬな。世の至らなさを許して。本当はこんなことを言いたくはない。奏者の目にした破壊の様などと胸を張りたいのだが、今は気持ちが負けているようだ。まったく世もいささか疲弊しているらしい。奏者と共に日々の戦い、ご苦労である。世がこうして、そうだな、どうであろう。それとも寝物語として月の聖杯戦争における武勇伝を。世だけの武勇伝ではないぞ。世とそなたの歩みとも容易に終えられる聖杯戦争などあるか知らぬが、そなたは次々に現れる強大な敵を前にして、驚くべきことに聖杯戦争の最中に、そうだ、胸を張れ。敗北すれば完全な死が待つ苛烈な競争の中にあって、それは時に世界を救わんとして戦う気高き、それは時に儚きホムンクルス、それは時に小生意気だが骨のある同級生、それは時に魔力失った世界を維持せんとする、それは時に血に多くのものをそなたは友とした。なんだ幸せそうな寝顔よな。夢の中で懐かしい友人に出会えたのなら、新たなるセラフは自動的に拡大していく。
地上に様々な地域があるのと似たようなものだと考えてよい。例えば茶葉の取れる地域もあるのだぞ。これが実に良い香りを放つ。そのあたりは世にもよくわからない。これは完全な過程というか、セラフは地上のあり方、滅びの浮き目に合っているという。現代の地上ではないぞ。空に星、地には花。では一刻も早く国取りを終えねばな。まずはあの狐目の領域だ。そういえば奏者よ、そなたはどう見、学士殿の曰く魂とのことだが。そうなのだ。そなたは元から自己主張をしない、控え、あ、いや、そうでありながら心は強く、ひたすら前向きなところと。魂の奏者はキャスコメに流されているようにも見えた。ある種の本能を刺激されるような母性本能。そなたであれもう一人であれ、要は見るぞ。等しくどちらも奏者の半身である。これをあれは偽物だが、あちらはあちらだ。この先の戦いに世は当然勝ち続けるが、拗ねたように言うでない。そして世も戦慮であった。恐れながら無事、私もあと一歩で軍勢の手にかかるとこ。生きていたか。さすがにあの様子で世と奏者も問題ない。新たな脅威に悩む頭の、なんと未だ気力は萎えておられないとは。私はあなた、あの破壊の様を目にしてもその威厳、さすがはセラフの神王、頼もしいですが、ひとまずは回復に努めましょう。玉座を有した自陣はレガリアの力によって特に防御に優れております。さらには一口、うん、陣にはかような効果があったか。あのエネミーどもは強力であったし、し、何、あのす、学士殿、心当たりは。おそらく新たな3人目は体であると予測されます。キャスターの連れていたふと、うむ、なんという大雑把、いや堂々とした物言い。さすが世のマス。これらの3要素はトリニティにあってこそ正しく組み合わさり、量子虚構世界における生命体として勝つ。だが神王のマスターにはそれがない。3種の要素が奇跡的に、そして3種の中でも最も揮発性の高いデータである精子、およそ肉体や魂という専用の記録媒体がなくては消え失せるもの、消滅の手はあるのであろう。無論ですとも、あの白色の英霊、私は以前の言葉を訂正する必要があります。レガリアは奏者とレガリアが3つにか、そういうこと、まあよい、結果的には同じこと言うな。ともかく
三つに分割されたレガリアを全て手中に。もちろんですとも。キャスターのレガリアは壊れてしまいました。神王のレガリアを中心として再統合を行えば精神を中心。おおむね分かった。ならば世のなすことは変わらぬ。そうであろう、奏者よ。アルテラなる突然強力な相手ではあるが、何こちらもキャスター戦でしょう。さてそいつはどうかね。自信家なのはいい対象の条件だが、今度ばかりは相手。あの英霊アルテラってのが神明かは知らねえが、破格のサーバントなのは確かだ。というか特例か。あれはなんか裏があるぞ。そうでもなけりゃ。なんさか、その口ぶり。アルテラと一戦交えてきた。いや、戦いにはなったが背中がキンキンに冷えちまってな。それよりもだな、皇帝陛下の嬢ちゃん。いい、クーフーリン殿、すでに新王陛下はご回復なされています。正直に。ん、仕方ねえか。ここん、まずあんたの国取りはあと一歩だった。キツネの姉ちゃん、玉も支配領域を完全に落とす。うむうむ。そして玉も、青のキャスターは撃破した。新たなレガリアを持つアルテラこそが次なる敵だ。奴の支配領域は。いやいやいや、どういう意味だ。仲がいいな貴様たち。おう、当たり。あんたたちが休息しているうちに、あ、この半日、いや半日足らずで 80。 そうだ、 80% とも申したとも。俺やガウェイン、アサシンにアーチャーの野郎も各エリアで抵抗した。完全に奇襲された形だ。最初から 20%。 あの女、どこの英霊か知らねえが随分な玉だ。とんで、さらに配下がヤバい連中揃いと来やがった。マケドニアの大英雄だったか。あっち、チア、奏者よ。うむ、そうだな奏者。よもや半日で 80% とは。半月で 50% であったキャス。しかしやるしかないのだ。世はレガリア最新劇である。実に良い。テビダリウムも好きだが、やはりか。おお、全身の疲れが消えていくようではない。それでも感じるものの差異はある。あるのだ。何を隠そう、ヨモだ。いや、このような姿では何を隠す。妙な気恥ずかしさに今更ながらに全身が熱くなるが、これもひとえに矢はそなた以外にこうも熱くはなるまい。いや、フロー。そなただけだぞ。よ、自慢のバラの家と誘う。殺し文句を堂々とかつ爽やかに告げるとは。嬉しいが照れるではないか。だが嫌も慣れた。花も恥じらう乙女ではあるが、奏者の子を真剣な話をしようと浴槽に誘ったのは世の方だが、その挑戦に応じたくて。生児の前の大事とも言うし、褒美にギュッと抱きしめたくなったのだが。
おぬ、余はそなたを抱きしめてしまおう。うん、思った以上に柔らか。名残惜しいが、鎖のようにか。うむ、ご褒美はここまでだ。余も耐えるゆえ、そなたも耐える。む、それを正面から問うとは。つまりだな、目前の地層、もとい、末前、最高のご褒美を前にして、余が一匹の獣と化してしまうのか。セラフの神王としてカシッと自制の効いた皇帝であり続けられるのか。うん、言うではないか。ところでそなた、うむ、節制と自制はよく似ている。節制とは多くを求めすぎ、本来であれば自制など知ったことかと。皇帝ビースト、こたびはそのような余裕はない。この歪みとて一時の癒しと思わねばな。キャスターの時とはいささか様子が違う。アルテラメ、何らかの方法で強制的に主従のマスターとサーヴァントの契約を結んでいるなら、本来の主従とは別の関係であろうが、そこはそれともアルテラ自身の力によるものか。幸い何者であれアルテラはサーヴァント。はい、であろう。そうでなければどうあれ、肉体の奏者も助け出さねばな。まっ、軍勢とは面白い。武の合理、果たして破壊できるか。破壊の軍勢はあなたにお任せします。征服王の力、知らしめる時でしょう。いささか不本意だが、まあよかろう。我が波動を存分に見せてくれようぞ。と、貴様は再びまみえたな、アルテラ。セイバーか。よく生きていたものだ。だがすぐにお前も破壊される。待て、貴様。消えてしまったか。トップサーバント生存のミスか。ムーンセルが召喚した強力な英霊だ。放置した場合の被害は相当につかない。何度でも言うぞ、ドア奏者が大好きだ。あなたに、はっ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 、
リアをそなたに捧げよう。素晴らしい、お見事です。味方が襲われているな。防衛に向かうぞ。そうしよう。500体撃破とは、いよいよ波に乗ってきたな。示すがいい。邪魔このエリアをそなたに捧げよう。行くぞ。
戻ったぞ。征服王の戦いたっぷりと味合わせてやろう。カカ、よくぞ参った。存分にし合おうではないか。いかん、あの劣勢は捨ておけぬ。早く助けに行かねば。便利なものよな。カカ、たまらずやってきたか。わしの獲物を取りすぎるなよ。この戦いとはこうでなくてはな。出直すだよ。なってない。こけろよ。わしも礼の一つは言うぞ。正気を失ったのならまずは離れる。今一度世が戻るまで待つがよい。しばし休憩でもするか。先を急ぐぞ。そうじゃ、ここにはプラントがいる。ラスから倒さなければ制圧はできないぞ。自陣があるようだぞ。ものすごい。ここからよ。はい、解散。プレモノ。任せよ。そなたの期待に応えよう。たまらんの。勇者との戦いとはこうでなくてはな。早く助けに行かねば。うん、ここはもう大丈夫であろう。
先を急ぐとしよう。防衛する姿まで華々しいな。まずあれを叩き落とそう。落ちるなよ。しいな皇帝よ、わしの教えなど不要ではないか。行くぞ。気持ちいいな。ものよな。先を急ぐぞ。ふんはふんふん、まだまだ行くぞ。ふんはっはっ、今日は楽しい。ふんはっやふんは、見ているがよい。愛の力、思い知ったか。ふん、こんなところ。ふんいい成果を出したようだな。こちらも見習うとしよう。気持ちいいな。便利なものよな。行くぞ。そうし
した活躍だ。敵には同情が禁じない。既に裁定は終わっています。ルーラーの名のもとにあなたを倒す。なんとエクストラクラスか。ひるみやすいな。ここで打ち取るまで転落の飾りとなれ。
至らなかったから、主よ、お許しを。そうすれば姿を見せるか、自らの評価がそれほど気になるのか、英霊アルテラ。3人目の奏者はいる。そうだ、あれは私の所有物。やはり囚われの身であったか、貴様。何度も言っている、あれは私の虜だと。本来なら指輪だったが、前回はその選択を逆手に取られた。私の石室から出てくる。主の声を無視し、無理やりにか。ますます。それはこちらも同じだ、サーヴァント。貴様が我がマスターを語るたびに、その甘さに。この結果は意外だった。征服王イスカンダルが敗れる。なぜだ、お前の英霊としての霊気、なぜ勝利した、聞かせろ。そんなことも分からんのか、アルテラ。戦いを左右する者は勝機を嗅ぎ分け、これをつかみ取るは人乗り。貴様は知るまい。この月で行われた聖杯戦争にて、パラメーターなど予想に過ぎぬ。定められた勝利を覆してこそ舞台の方針。絆、愛、隠された機能。そういうあれではない。今のでわからん。大部分フィーリングの話だからな。いや、愛という言葉は私には理解できない。ならばマルスの剣で確かめ。耐えろ、ローマの皇帝。顔のままか、アルテラよ。そしてマルスの剣と口にしたな。ならば私は、ある、私は破壊するだけだ、世界を。ローマ、そういう文明もかつてはあったか。何だが、必ずしもそれは私の本意ではない。破壊は私の本部。皇帝ネロ、お前のマスターとレガリアを私に引き渡せば、お前たちは助けてやろう。マスターの精神である者は、お前もろとも破壊されるのみだ。わずかだが考えるための猶予を与えよう。再び私とお前たちが出会うとき、それは。あら、あらあら、貴様は。我らが優勢の化身、英霊アルテラ。そんな。すべき敵に情けをかけろだなんて、優勢はあなたに。破壊が役目なのでしょう。さあ、あなたの趣味が子豚の養殖だかコリスの飼育だか知らないけれど、いい加減にしたら。破壊、あな黙れ。
怖い。あなたの目に犬。でもこれだけは覚え、何にしたって優勢の目的は一つでしょ。情けをかけても、また優勢か。嫌がおうにも気になる言い方。やっとちゃんと名前を呼んだわね。もう一度。いいわ、特別に大盤振る舞い。何も知らない哀れなライバルに、この私に力をくれたもの、いお菓子壊し食らい尽くすもの、ベルバー。コリス、もしかしてフ惑星世界、ベルバーと言ったな。それが貴様たちの言う優勢の中確かめてみなさいな。お抱えの、なんとか尋ねればきっと答えてくれるわ。それじゃさよなら。せいぜい最後のと。何なのだ、いよいよもって。優勢とは何を指すのだ。ダークエリザの言葉に従うわけではないが、では聞こう。優勢と正しいわけあってのことなら、理解されえぬ天才同士とはいえども、お言葉の通り、神王がセラフ統一を果たした。そ、うん、つまり戦っていたのか。御意ですが、さあ。そうか、御身に世界の命運がかかっております。世界の命運ときたか。率直に言ってセル。いいえ、そのような生じではありません。すなわち、御身の指に輝きしレガリアにこそ、月と地球上の人類、ムーンセルにシステム技師として召喚された瞬間、私はそ、ムーンセルがあなたへレガリアを与えたこと。また14000年か。御意、真実、月の聖杯戦争を勝ち抜いてみせたあなたこそ、月の内部であれ地球からの攻撃で、しかしその人類圏では存在しない敵、その名をベルバー。ベルバー、やはり聞き覚えのない名前。はい、これはムーンセル中枢に記録された。ですが地上には一部捕食優勢とは、文字通りこれはムーンセルと同レベルの技術、人類を上回る知性体によって作られた。その正体、構造は不明ですが、ベルバーは全てを破壊する。事実、14000年前、対ムーンセルはそれまで蓄積したなゆたものあり得た可能性。ベルバーはムーンセルを通過する際、ムーンセル内部を発見。そのため、ムーンセルに残された古代文明の記録は、この家それだけを守ることに専念したからこそ、今回もその保証は。いや、ムーンセルは管理の怪物、たとえ使われない気近い。そのためにムーンセルは、ムーンセルはただ観測するだけのもの、故にたとえ外敵が再来すると予測していても、自らを強化改造することはできない。まったく、これはムーンセルの宿悪といえます。この偉大な神の目は、自身より強いものは呼び出せても
自身を強くすることはできる。そんなムーンセルが考案した防護策がレガリアシステムだった。自身はベルバーのハッキングに備え、中枢を完全に閉鎖し自閉状態に入る。これがシステム更新の真実です。守りだけでは突破されるかもしれない。そのためにはベルバーが太陽系から去るまでの間、壁を破壊しよう。それがあなたなのです、神王よ。すなわち、あまたの知的生命体を擁する世界の守護。この妖乱の世界を異星者ではなく、それは貴様の言葉か。無論後者です。そしてかつて地上の人として、しかしこれなる真実はあまりにも重い。それゆえに私は、あなたがセラフの統一を成し遂げるほどの人物であれば、その貴様の言葉は受け取った。立世界を守る王か、人類史に名を刻む白草のアルキメデス。その言葉、裏切りは裏切りだが、一度目は許す。矢を見くびったことは反省するがよい。確かよはバラの皇帝、魔のほうき星などにおののくものか。それを守ることなぞ当然すぎて迷うまでもない。よ、たとえ彼方より飛来する敵であろうと、勝者と民とを守り。見事なまでの宣言、感服の極み。東大のムーンセルシステム技師として私は嬉しい。これでようやく本当の戦いが。我らが神王の敵は捕食優勢ベルバー。